聖少納言は平安時代中期の女流作家、歌人。随筆、枕草子は平安文学の代表作の一つ。本名は清原徳子とされている。梨坪の五人の一人にして著名歌人であった清原元助の娘。祖,祖父は古今和歌集の代表的歌人である清原深谷部。兄弟姉妹に雅楽刀、ためなり。 ダザイ・シ松室カ加算ツ院天井防止改修、及び藤原正義室となった女性がいる。聖昌ナゴンは、尿房名で、清は、清原姓に由来するとされているが、近い親族で小ナゴン職を務めた者はおらず、小ナゴンの由来は不明であり、以下のような推察がなされている。頃の関係から今日では、聖昌、ナゴンと発音されることが、圧倒的に多いが、 上述しているように、清は、父の聖、小納言は、職名が由来であるため、本来は、聖、小納言と区切って発音するのが正しい。中古36河川、女房36河川の一人に数えられ、42種の小柄な歌集聖小納言集が伝わる。5種は和歌集以下、直線和歌二25種二一種。また漢学にも通じた。 鎌倉時代に書かれた無名蔵詞などに、日垣の子、清少納言として、母を五千和歌集に見える、日垣王なとする古伝があるが、実証する一級資料は現存しない。日垣王な自体が半ば伝説的な人物である上、元助が日垣王なと和歌の贈答をしていたとされるのは、最晩年の人国である、日後国においてであり、清少納言を彼女との子であるとするには、年代が合わない。 カツラをこむるほど髪が薄く、縮れ毛であった。人物画に、横顔が多いのは、器量が良くなかったからという説がある。天炎二年、父、元助の巣を守る不妊に再始動行、四年の歳月を避難にて過ごす。なお、枕の宗第二290段における船旅の描写の白心性は、同段落に、我が乗りたるわとあるので、作者父親の不妊に伴い、 水路を伝っていった、実体験と考えられる。この間の経営の思いは、後の宮廷への憧れにつながったとも考えられる。天元四年頃、陸津守、立花ののりみつと結婚し、翌年一子足長を生むも、無骨な夫と反りが合わず、やがて離婚した。ただし、のりみつとの交流はここで断絶したわけではなく、枕の創始の記述によれば長徳四年まで交流があり、 芋瀬の中で、宮中公認だったという。枕の宗師は、日記ではなく清少納言の妄想を多く含む、創作である。苦行との交流も、枕の宗師だけに書かれていることがあり、信憑性は薄い。後に、摂津主、藤原宗よと再婚し娘、小馬妙部を設けた。一条天皇の時代、省略四年冬頃から、私的な女房として、中身や弟子に仕えた。 白学で気が強い彼女は、主君、亭主の恩長を被った。藤原寂方との贈答が知られる。長宝二年に中宮亭主が出産時に亡くなって間もなく、聖少納言は宮遣いを辞めた。その後の聖少納言の人生の詳細は不明だが、歌集など断片的な資料から一旦再婚相手、藤原宗世の任国摂津に下ったと思われ、日本聖昌納言衆には、 代理の使いとして、倉人信隆が摂津に来たという記録がある。没年は不明だが、没落した様子が古事談などに記されている。聖昌納言と同時代の源氏物語の作者、紫式部とのライバル関係は、構成左官に献殿された。しかし、紫式部が中宮明子に志向したのは聖昌納言が宮塚へを退いてから遥か後のことで、 二人は一面識さえないはずである。もっとも、枕の創始には、紫式部の夫、藤原信孝が亡くなった後、今更言うことでもない稚拙な批判、派手な衣装で見たけ参りを行った逸話や、いとこ、藤原信行を清少納言がやり込めた話が、記されており、こうした記述は、紫式部の才能を脅威に感じて知りしたもので、あるという説も存在する。 清少納言の名が今日まであまねく知られているのは残した追筆、枕の創始によるところが大きい。これは清少納言による創作も含み史実とは異なる部分も多い。枕の創始には物は尽くし、しかし修く日常の観察、個人のことや人々の噂や清少納言が平安の宮廷で過ごした間に興味を持ったもののほか、 事実とは違うことも書かれているため注意が必要である。聖少納言がある。鎌倉時代中期頃に、枕草子には藤原皇勢と交わされたとされる歌、歌や出来事は皇勢の日記、ゴ記には一切記述がない。またゴ記には聖少納言についての記述もほぼないである。夜を込めて鳥の空音は測るともように、大阪の席は許さじの歌が百人一首に取られている。 京都市東山区の潜入寺にこの歌の歌碑がある。昭和49年、当時の平安博物館館長、角田文英の発案によって歌碑が混流された。混流当時、かつてここに清原元助の山荘があり、晩年の清少納言が陰性したと思われるところとされたが、それは中古文学に現れる京都近郊の地、月輪が落刀。 学生のいずれに存在したかの解釈にもかかるため、近年では各主張する学者が減ってきている。ありがとうございます。